こんにちは。僕ポンタ。夏休みはいいね。ゴロゴロできるから寝転がってアイス食べようかな。じゃじゃん。やった、サングリラ当たったよ。ゴロゴロしてたらダメだよね。今日のお話はヘンデルとグレーテルです。お菓子の家。大きな森がありました。森のそばに貧乏なキコリが住んでいました。ヘンデルとグレーテルという兄弟の子供がおりました。ある晩、親たちの話し声が聞こえました。もう食べ物がなくなった。どうしたらいいでしょう。仕方がない。子供たちを山に捨てるより他はない。かわいそうね。でもこのままでは死ぬのを待つばかりだし。子供たちはどんなにびっくりしたでしょう。グレーテルはもうくすんくすん泣き出しました。泣くのはおよし。お父さんやお母さんが余計に心配するばかりだもの。僕がどうにかしてみせるよ。兄さんのヘンゼルはグレーテルにささやきました。強い兄さんです。朝になるとキコリのお父さんが言いました。さあ今日はみんなで森へ焚き火取りに行こう。お兄さんのヘンゼルはこっそり庭の小石をいくつもカバンに入れてきました。キコリのお父さんとお母さんは二人の子供を連れて森へ出かけていきました。ヘンゼルはそーっと小石を出して道のところどころに落としながら行きました。帰るときこれが目印になるからね。ヘンゼルや脇見しないで早くおいでとお父さんが言いました。それでヘンゼルはお家の屋根に猫が上がっているのを見てたの。バカだな、あれは猫じゃないよ。煙突にお日様が当たってるんだよ。早くおいでとお父さんは言いました。はーい。ヘンゼルとグレーテルはお父さんお母さんの後についていきました。森の奥へと入っていきました。ヘンゼルはやっぱりこっそりと小石を落としていきました。うんと森の奥へに来て、お前たちここで待っておいで。私たちは木を切ってくるからなとお父さんが言いました。ヘンゼルとグレーテルは草の上に座って遊んでいました。お父さんとお母さんはカーンカーンと木を切って焚き火を作りました。二人は遊び疲れて草の上で眠りました。あら、ふと目を覚ますと夕方です。木を切る音がしません。いつの間にかお父さんもお母さんもいなくなったのです。ああ、やっぱり森に捨てられたんだわ。グレーテルは泣き出しました。泣かなくてもいいんだよ。お月様が出れば帰り道がわかるよ。目印に小石が落としてあるからねとヘンゼルは言いました。日が暮れて空にお月様が上がりました。明るいお月様の光が道を照らしました。さあ帰ろう。ヘンゼルは泣いているグレーテルの手を引いて落としてきた小石を目当てに歩きました。ほら、お家だよ。まあよかった。二人は無事にお家へ帰ることができたのです。お父さんお母さんは二人を見てびっくり。貧乏なキコリは陰で泣きながらまた二人の子供を森の奥に捨てに行かなければなりません。今度はヘンゼルは小石を拾う暇がありません。ヘンゼルはお弁当のパンを少しずつちぎって落として歩きました。帰りの目印になるよ。ところがパンは小鳥がみんな拾って食べてしまいました。二人は道に迷って夜通し夜の森を歩きました。お腹が空いて倒れそうだわ。困ったなあ。森の奥に一軒の家がありました。夜が明けて朝になりました。森の奥の家を見つけた兄弟はその家の方へ歩いていきました。そばに行ってびっくり。わあ、この家お菓子でできてるわ。本当だ、素晴らしいや。お腹がペコペコになっていた二人はどんなに嬉しかったでしょう。壁がみんなパンだ。屋根はチョコレートよ。窓がお砂糖だ。柱が太いアメンボとビスケットだわ。あれ、庭の小石はドロップと飴玉じゃないか。ほんとお菓子の家だわ。素敵素敵。さあ食べよう。お腹がペコペコの二人は我慢ができません。飛びついて家をちぎって夢中で食べました。あー、おいしい。
お家の陰から怖いおばあさんがじっと様子を見ていました。こら、誰じゃ、わしの家をガリガリかじっているのは。急におばあさんが飛び出してきて叫びました。はあ、ヘンゼルとグレーテルはぎょっとして逃げ出そうとしました。お待ち。怖いおばあさんは二人を捕まえましたけれども、急にニコニコして、おお、これは可愛い子じゃ、よく来たの。さあさあ中へお入り、もっとごちそうしてあげよう。そう言ってヘンゼルとグレーテルをうちの中に連れ込みました。どうもしやしないよ、いい子だいい子だおばあさんは歯のない口で笑いました。テーブルの上にそれはすごいごちそうがありました。ケーキにパンに果物に、さあさあ食べたいだけ食べていいんだよ。ありがとうおばあさん。二人は嬉しくなってしまいました。食事が済むとおばあさんは、いい子たち食べたら寝るんだよと言いました。そしてきれいなベッドの上に二人を寝かせてくれました。ゆっくりおやすみ。ありがとうおばあさん、おやすみなさい。おやすみ。ヘンゼルとグレーテルはなんという親切なおばあさんだろうと思いました。まるで天国へでも来たような気持ちがしました。疲れていた二人は柔らかい布団の中に入ると、間もなくすやすやといい気持ちで眠りました。眠っている二人の子供を覗き込んで、おばあさんは似たりと笑いました。うまくいったわい。おばあさんは恐ろしい魔法使いだったのです。お菓子の家で子供をおびき寄せてはぐつぐつ煮て食べてしまうのでした。次の朝、ヘンゼルは小屋へ閉じ込められてしまいました。お前は水を汲んできて、兄さんにごちそうをこしらえておやり、よく太らせて食べてやるんだから、グレーテルに言いつけました。大変なことになりました。まあどうしましょう。グレーテルはおいおい泣きましたけれど、いくら泣いても何の役にも立ちません。魔法使いがやれということを何でもしなければなりませんでした。こら、みのら、くら娘、もっと早くおし。おばあさんはグレーテルにやかましく仕事を言いつけました。少しでも休んでいるとガンガン叱りつけました。おばあさんは毎朝裏の小屋へ来て、ヘンゼルの太り具合を調べました。子供、指を出し。けれどおばあさんは目が悪かったのです。賢いヘンゼルは食べ残しの鳥の骨を出して握らせました。はて、まだひどく痩せているわい。どうしてこの子はさっぱり太らないんだろうな。いつまでたってもヘンゼルは痩せたままです。おばあさんはもう我慢ができなくなりました。なんでも構わない、今日は煮て食べてやろう。これ、女の子は早く水を汲んでこい。それからかまどに火を焚きつけるんじゃ。グレーテルにやかましく言いつけました。グレーテルは悲しくてたまりません。とうとう兄さんが食べられるわ。グレーテルは井戸水を汲みに行きましたが、ポロポロ涙がこぼれました。こんなことならいっそ森の中で倒れて死んだ方がよかったわと思ったりしました。水を汲んで戻ると、またおばあさんはガミガミ怒りました。何をノロノロしとるんじゃ。さあ早くかまどを焚きつけるがいい。グレーテルは泣きながらかまどに火をつけました。いい加減を見なさい。どうやって見るの。バカ娘、こう見るのじゃ。魔法使いがかまどを覗き込んだ時、グレーテルはドーンと力いっぱい後ろから突き飛ばしました。魔法使いはかまどの中へ倒れました。グレーテルは素早く扉を閉めました。おうおう、すごい声で魔法使いは叫びながら焼け死んでしまいました。グレーテルは急いで裏の小屋へ飛んで行って、ヘンゼルの閉じ込められている扉の鍵を外し、兄さん兄さん、魔法使いは死んじゃったわよと叫びました。え、本当。鳥がカゴから出るようにヘンゼルは飛び出しました。よかったねよかったね。二人は手を取り合ってぴょんぴょん、その辺を飛び回って喜びました。
嬉しいわ、嬉しいわ、グレーテルが強かったから助かったんだよ。いいえ、兄さんが賢かったからよ。お前の勇気のおかげだよ。ヘンゼルとグレーテルは魔法使いの家の中を歩いてみました。地下室に大きな箱がありました。開けてみると、あ、すごいわ。箱の中には目もくらむような宝石がいっぱい詰めてあったのです。ダイヤモンド、真珠、メノ、サファイア、何でもあってキラキラ光って輝いていました。ヘンゼルとグレーテルはこんな素晴らしい宝石を見たことがありません。胸がドキドキしました。他の箱には金貨がいっぱい詰まっていました。少しお土産にもらっていこうよ。二人はポケットに宝石や金貨を入れられるだけ詰め込みました。いいお土産ができたわ。早く帰ろう。でも道がわからないわ。なんとかしてこの恐ろしい森を抜け出さなくっちゃ。ヘンゼルとグレーテルは森の中を一生懸命歩きました。何時間も何時間も歩き続けました。なんという大きな森でしょう。歩いても歩いても続いているのでした。やっと森を出ました。ところがそこには大きな深い川がありました。川には橋がありません。船もありません。困ったなぁ。どうして川を渡ったらいいんだろう。青い水がゆっくりと流れています。綺麗な白鳥ね。川の向こうの岸辺に真っ白な白鳥が浮かんでいました。そうだ、あの白鳥に頼んでみよう。ヘンゼルとグレーテルは声を合わせて、白鳥さん、お願い、向こうの岸まで渡っておくれと叫びました。すると白鳥はすいすい泳いできました。二人一緒では重くて泳げません。はじめはグレーテルを背中に乗せて川を渡ってくれました。すいすい、白鳥の船はなんて素敵、気持ちよく川の上を滑っていきました。白鳥さん、ありがとうね。無事に川を渡った二人は白鳥にお礼を言って野原の道を戻っていきました。広い野原でした。でも元気に歩いていくと間もなく見覚えのある村へ来ました。村まで来たよ。もう大丈夫、よかったわね兄さん。兄弟はほっと胸を撫でました。もうすぐお家だよ。向こうにお父さんお母さんの家が見えてきました。わあ、お家だ。ヘンゼルとグレーテルは夢中で駆け出しました。お父さんが外に出ていて、いや、ヘンゼルとグレーテルが帰ってきた。お父さん。二人はお父さんに飛びつきました。お土産持ってきたよと、たくさんの素晴らしい宝石を差し出しました。子供を山へ置いてきてからはお父さんとお母さんは泣いてばかりいたのでした。もうどこへもやらないよと言って、それからはみんなでいつまでもいつまでも楽しく暮らしました。おしまい。すごい冒険だったね。じゃあまた見てね。バイバーイ。